こんにちは。ヘレン・キラーっていうのはね、いろんな名言を残してますけども、本当にこう素晴らしいお人柄というか、すごい人だなと思いますよね。まあ、どんなところですごいのか、私が噛み上げたのかっていうことは、まだ別の機会に譲りたいと思いますけども、まあ、日本に来たこともありましてね、で、日本で本当に素晴らしい人と出会ったっていうエピソードが残されております。はい、そして今日はですね、えっ、ー、と、ひろゆきさんの言葉をちょっと借りましょうか。 あひろゆきさんがね、こういうふうに、こういうことを言ってるのが、私はちょっとね、えー、まあ、心に残ってるんですよね。それはね、自分へのご褒美っていうテーマなんですけども、私もね、自分へのご褒美っていうのは、そんな甘いことするべきじゃないなと思ってるんですよ。アホらしいなとかね。うん、だからそういう人は、まあ、金持ちにはならないだろうなと思うんですけども、似たようなことをひろゆきさんが言ってらっしゃってて、1000万円ぐらい儲けたから、1万円ほどのご褒美を使うのならわかるのですが、普段の仕事の中で、 この嫌な仕事をやりきったらというレベルでのご褒美は絶対にやめた方がいいです。それをやった結果、別に給料が増えることはないでしょうから、ご褒美が発生するということは損失なわけですということですね。だからなんかね、やっぱこう、1000万ぐらい売り上げ作って、よし焼肉食べに行くぞ、ご褒美だって言うならね、まあいいのかもしれませんけども、なんかその給料が増えるわけでもないわけですよ。私たちみたいな暮らしじゃなかったら、サラリーマンとかだったらね。なのに、大変なことをやりきった後に、 自分で自分にご褒美あげちゃうっていうのはやめた方がいいってことでしょうね。もちろんね、上司とかがみんな頑張ってくれたから今日は怒るぜっていうのは、それはご褒美として受け取っていいと思いますけども、結局自分が自分に対するご褒美って、えーな、なんだかね、あの、いわゆる僕の嫌いな言葉ですけど、コスパが悪いってやつなんですよね。<laughs> なで仕事をやらせてもらったことに対して感謝すれば別に、あの、くたびれることもないと思うんですが、どういうもんなんですかね、その辺はね。 はい。ということでね、自分へのご褒美っていうのは、私は基本的にはね、あんまり良くないなと思ってますけども、ただし、私たちみたいなライフスタイルをしてて、自力で売り上げを上げていける人間に関しましては、じゃあ、500万売ったからあ、5万円ぐらいのね、ご褒美自分にあげようかな、みたいなのはあってもいいと思いますよね。うん。でもやっぱりね、300万売ったからって言ってね、いきなり1000万の車とか買うご褒美はないと思いますんで、そこら辺は収支のバランスを考えて、ご利用は計画的にということでございます。では。